おはようございます。花屋龍馬さん、速稼塾の久保でございます。花屋龍馬さんの考え方ね、まあ、いろんなことを肯定的に捉える、そういう考え方はとってもよろしいんじゃないかなと思います。まあ、一般的にね、通常、最近は違うかもしれませんけども、私の時代っていうのは、例えばね、片親であるとかね、それから学歴がないっていうのはものすごく劣等感であり、最初からね、もう勝負の前に腐っちゃうわけなんですよ。で、腐っちゃうから余計に状況が悪くなる、いわゆるどんどんグレていくんですよね。どうせ俺なんかっていうね、そのどうせっていうものが口癖になったら、もう人生は下降線に行くばかりなんですよ。でもですね、今に見てろよとかね、見返してやるぜとかね、この状況にありがたいと思うと。まあ例えて言えば、そうですね、コップに水が半分入っていて、半分しかないのかよって思う人と、あ、こんだけあるんだ、半分も入ってるんだって思うね、その2つの捉え方があるんですよ。これを現象は1つ、解釈は無限っていう風な、ね、言い方をするんですけども、花屋龍馬さんはどちらかというと明るい方向から、まあ、物事を見てるのかなと思いますし、暗いものをね、明るく捉えるための工夫ができる人だと思うんですよ。そうなんですよね、腐ってたってしょうがないんですよ。特別定額給付金の話題をやっぱり出しますけども、この前ね、私特別定額給付金はどう考えても予算の中に入ってないから、これ出ないよっていう動画をね、パシッと出したんですよ。で、出ないからこそだから活動していこうよっていうね、そんな趣旨の動画だったんですけども、でも、コメントを見る限りね、なんだ出ないのか、騙されたっていうふうに腐ってしまって活動をやめる方とか、それからもう諦めてねしまう方とかいるんですけども、私の経験上、諦めて腐って成功する例ってないんですよね。だから諦めずに腐らずにやり続けるしかないのかなと。それでもうまくいかないことが多いわけですから、じゃあ最初から自分の人生に否定的になってしまえば、それこそね、人格否定に走るしかなくなってしまうんですよ。私の言う自己否定っていうのは人格否定のことではなくて、まだやり方が甘いんじゃないかな、まだ工夫ができるんじゃないかなっていうふうに未知の自分に挑戦していく、その意味なんですよね。だから自己否定、自己否定っていう言葉を私が使うとね、そういうふうに自分のことを全部否定すると辛くないですかとかね、そういうふうなね、人格否定と混同しが違うんですけども、やっぱりここはね、工夫をさらにこの考え方にしていただいて、自己否定は人格否定ではないよと。自己否定っていうのはまだ自分にやっていないことがあるんじゃないかなとか、試してないことがあるんじゃないかなってことで、もう自分はパーフェクト、やるだけやったんだっていうふうに思わないようにしようよというね、100やっても120のその20があるんじゃないかなっていうふうなことをね、ちょっと背伸びする余地を残していく、探していくってことだと捉えられるんですね。で、花嫁さんがこれから家庭を持ちたいとかね、彼女と付き合いたいとかね、思うとしたらね、もう仕掛けてないといけないですよね。私は40を過ぎてたまたま出会った人とうまくいきましたけども、これはね、非常に珍しい例で、それこそね、奇跡に近いと思うんですよ。ですので、初めから奇跡を当てにしていたら、これはね、うまくいくものもうまくいきません。ですので、今のうちからですね、やっぱり恋愛に対しても恥ずかしがらずに真摯に向き合っていってですね、自分の好きな女性ってものを、まあ、きちんと自分のね、手の内に入れるって言ったら、まあ変なんですけども、自分の目の届く範囲にどんどん取り入れていかないといけないかなと思うんですよ。これは本当にそう考えればなんですよ。恋愛とか出会いっていうのは、まさにね、狙ってやっても当たらないんですよ。狙わなければ最初から当たらないんですよね。ですんで、出会いがない、出会いがないっていう人は、まさに出会いに気づいてないってことなんですよね。以前もお話ししましたけども、私は本当にね、出会いたいなと思った時って、コンビニのバイトの女の子にもアプローチして、そこの女の子とデートするぐらいまで行くわけですよ。で、打ち上げでカラオケに行ったりとかね、焼き肉行くじゃないですか。そのスタッフの女の子を誘って、なんとかね、二人で出会えるようにできないかなっていうふうに、そこまで攻略をもう心がけていたわけなんですよね。それはね、特に不可能なことではないんですよ。なぜなら、多くの人は出会いがない、出会いがないと言って、出会いに気づいてないからなんですよ。だから、お客さんと従業員との関係も出会いなんだよっていうふうなことでアプローチすることもできるんですよね。まさに昭和の初期から昭和の、そうですね、40年代、50年代っていうのは、看板娘っていうのがいたんですよ。飲食店さんとか定食屋さんに、可愛い女の子がね、食事を運んでくれたり、注文を取ってくれたりするんですけども、そういう人を目当てに、若い男性が集まってきて、アプローチして、デートに行って、そして、ゴールインみたいなね、そんな例がね、本当に冗談じゃなくて、結構あったんですよね。それを周りの人とか、お店側の人も、応援する、そういうような風潮がありまして、とてもいい時代だったんじゃないかなと思います。それはね、別に今でもできるんですよ。ファミレスの女の子に声をかけることが手軽にできなければね、もう自分の出会いの糸口っていうのはつかめませんし、まさにビジネスって、
目の前に100人の人が来たら100人にセールスをかけるってことですからね。じゃあ本気で出会いを求めてるんだったら、本気で恋愛をしたいんだったら、自分好みの女性が目の前に100人来たら100パターンのアプローチをしなければ間に合わないってことなんですよ。もともと私たちは100発110ではないですから、10個行ったら10個当たるようなそんなねセンスは持ってないんですよ、普通の人ですからね。だから100人に対して100発打っても当たらない可能性が高いわけですよ。そうなったら全ての機会をこじ開けてでもねチャンスにしていかないと何事もなし得ないと思います。短い人生ですからね。はい、ということで、まあ、恋愛に関してはちょっと長くなりますので、また別の機会を持ってねお話ししたいと思います。うん、そうだな、直接出会った時に恋愛の話をね深くしていくのもいいかと思うんですね。まあ、私もね恋愛にうまくいった方ではなかったんで、うん、語れることは少ないんですけども、ただねうまくいかなかった事例の方がうまくいった事例よりもすごく大事だなと思います。これはビジネスでも言えることなんですけども、成功者の成功した道のりなんていうのは後付けでありね、自分を美化してるに過ぎないんですよ。そうではなくて、これだけのことをやってきたんだけどダメだったってことを学ぶことによって、失敗例を学ぶことによって、その失敗例を避けるように私たちはやっていけば、まあ失敗の可能性が減るってことなんですよね。このまさに失敗の可能性を減らすことが成功に至る道なんではないかなと思います。なぜなら私たちは自分の成功パターンっていうのがわからないからなんですよ。ただ失敗パターンっていうのはみんなね古今東西似てるんですよね。まあ、女性で失敗したりとかね、お金で失敗したりとかね、浮かれたりとか油断したりとか、こういうことで失敗しますんで、そういうふうな事例をたくさん歴史から学ぶこと、他者から学ぶことによって自分の失敗の可能性を下げることによってね、で、消去法で成功だけが残るみたいな道を探せばいいんじゃないかなと思いますよね。ということでね、今日はこのぐらいにしておきましょうか。これからね、私は町内会の大掃除に行ってまいります。で、つくづく思うんですけども、この町内会制度っていうのもね非常に無駄で、というのがね、まあ、役員を決める時期なんですけども、やりたがる人っていないんですよ。ということは町内会に参加したがる人がいないってことですから、まあない方が皆さんね自由なんじゃないかなと思うんですよ。こうやってお掃除ですよって言ってもね、別に私が招集してるんですよ、役割としてはね。ただ私がやりたいわけでも何でもなくって、役割だから仕方なくまさにやってるんですよね。そして集まる方も仕方なく、うん、そのここに名前が上がってるから仕方なくなんですよね。うん、だからその仕方なくっていうのを人生から排除していかなくてはいけなくって、どうしてもやりたい、どうしてもこれだっていう風なものだけを残したら、シンプルに人生はなっていくんではないかなと思います。そのね、仕方なく仕方なくっていうことをお互いに持ち寄って誰一人得しない、その最たるものが町内会だと思います。もちろんこれは昭和の初期にはものすごくね活躍した制度だったんですけども、今は無駄だとしか言いようがないかなというふうに、町内会にずっぽりに関わってきて、心の底から思いますね。まあ、私はね町内会に関わってよかったなと思うのは、町内会のコンサルを日本全国から取れていることですよね。まあ、私ね町内会長になってまだ1年も経ってないんですけども、もうすでに120万のあらりを個人的に上げてるわけなんですよね。だからそれはねやっぱり工夫なんですよね。めんどくさいな、どうしようもないな、必要ないなとか、こんなこと無駄だなと思って無駄にしてしまうのか、それとも無駄だと思うからこそ無駄にしない工夫をしていくのか、せめて金だけでも儲けておくかみたいな感じでね、実際に町内会長、現役の町内会長が各地方のね同じような境遇に悩む町内会長の相談に乗って問題解決しますよっていうふうな情報発信によって、まあコンテンツね、29万8000のコンテンツが4つの町内会に売れてるという現実がありますからね。じゃあ今度は町内会長をやって120万儲ける方法みたいな、こんな情報コンテンツも売れるんじゃないかなと思って、もう無限にね売り上げっていうのを積み重なっていくわけなんですよね。まあ皆さんもね、そういった形でどんな状況でもね、このコロナ禍でもビジネスは成り立ちますんで、もうコロナだからダメだじゃないんですよね。コロナで儲けてる人がいるということは、コロナで儲けるべきっていうね、その瞬間もありますんで、ぜひね、可能性を閉ざすんではなくて、無駄だと思うことであればあるほど無駄じゃないようにする工夫ってものを学んでいって身につけてはいかがでしょうか。まあそのためにね、速稼塾みたいなのもありますんで、一見無駄だと思うことを無駄じゃないようにするみたいなね、この工夫がゴミためから、それこそね、城を建てる方法だと思います。ゴミためからお城を建てる方法ですよ。じゃあ今回は以上です。